こういう身の軽さ
首がひねってしまった。なるほど。あ、首がですね、わらび駅まで飛んでいっちゃいましたね、今の。さあ、しかし、真っ向勝負、ここは逆水平と。ちょっと一発で決まってきてますけれども。そうですね。まあ、とにかくこの盗作選手の武器は何といってもチョップですよ。なるほど。ただそれに打撃で向かっていくのは、あの自傷行為といっても過言ではないんですよ。そうですね。やられた方にやり返されますから。あー、もっとこれ打てるか。さあ、あー、果たしてもパークの攻撃。さあ、しかしカウントワン。これ受け身づらいですね。取りづらい。それがどういった。ダブルアンドライバーですね。投げるっていうよりは叩きつけるっていう感じですね。さあ、またしても受け身の取りづらい。ちょっと大技の一発ですよ。投げっぱなしを邪魔する。セミファイナルのこと考えてるんですかね、この人たち。俺だったらこの後やりづらい。危ない。落ちた。猪木さんは体が柔らかいんでいけるんですけど、体が硬いとこういう形ちょっと落ち着き方が危ないんだよね。なるほど、はい。さあ、ここで出てくるのさ、チッポイまた同じ状況ですね。再放送ね。さあ、YouTube のために再放送ありがとうございます。さあ、これオリンピック予選スラム。さあ、オリンピックスラムですけども、さあ、これは変形の変形。選手、まあ、他にもエクスプロイターを使う失敗だけですね。それに対抗するためにオリジナルに改良したと。あーっと、今度は福田選手がスピアタックル。さあ、とにかくちょっとずつ持ち競技が違ったら、あの握手タックルって言われないですよね。そうですね、最近流行ってましたからね。そうですね、まだこのプロレスですよね。さあ、行くぞと言って、あー、大体行けたらアマチュアプロレスお決まりであります。さあ、ここでもっと予選走。しかし、この選手、そして井上選手もさあ、おっと、ダブルは、あっと、ヒーズマン、これはアカウントができない。そして、スピーディースピーディーな、あ、これさあ、歩けない。さあ、しかし、ポレッケーも引き刺さった。さあ、ポレッケーかも、あった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 。そして、井上選手が、ボッチ式フィッシャーですよ、皆さん。あー、完璧。
38秒、勝者エビゲ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 の勝利です。さあ、首都圏発見者となりました。まさしい全面でありましたが、まあ、今の試合を見てもらえればもう日立プロです。